しゃいませ。ありがとうございました。
Nani? Yeah.
ああ。ジョー。Good. Oh. Oh.
んなもんかよ。Good. Yeah. Yeah. Oh.
いらっしゃいませ。いただきます。よし、行くか。ありがとうございます。
すまん。いや。おう。いや。
いらっしゃいませ。よし、行くか。ありがとうございます。おい。いや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 。Yeah.
いただきます。よし、行くか。
手加減しないぜ。ゲームオン。どんまい。あれ。オッケー。シェ。よし。あれ。決めるぜ。悪いな。
よう。今日はこの店。お、踊れ、上流。お前ら、そうか。オーナーわしらで、お前の生きる手間、食べてれ。出よったな。Peace!
立たなくていいぞ。まだ痛い目に遭いてんなら、西谷はどこにいる？キャッスルから降りた。鬼人会は闇にも敵に回したが、最後もう枕高くしてはね。お前も親分の居所を聞かされてねって。ここにいる他の連中も要は親分に信用されてねえんだろ。ほな、お前らみんなただの三種チンピラが人の店めちゃくちゃ。この始末どないしてくれるんや。あんた上流様、おかげこいつら急に店入ってきて、女の子たちもみんな。いや、こんなことになったのは俺。そん弁償やったらこいつらにさせますさかい。それはどうでしょうね。花はこちらのお店に被害が出たのは想定外だったんでしょうが、席ですので、ご指被害どこのどなたか存じ。私は花輪と申し。花輪様、あ、あなたも本当に立場をわきまえてるのか。500億の仕事だからね。西谷をキャッスルから降ろしたまで、そこで早くも行き詰まってし、まあな。逆に西谷はいつどこからあなたを襲ってくるかもわからない。彼が本来の力を発揮すれば、ターゲットは気づく前に殺されてしまう。そう、事態は進んだように見えて、わざわざそんな。敵は近江連合でも抜きん出た力を持つ鬼人会の名前な。渡瀬が彼らを警戒するのも道理です。西谷の色でしたら考えることです。もしくはどんな手を打つ、そこをついていけば。例えば相手が一番いい。グランド、あなたにはゼロです。昨夜にもっとあいつと、あいつがキャッスル、はい、おっか、また次に。いらっしゃいませ。マリア、よし行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
ばらく寝てろ。
向こうも張り切ってるようだ。行くぞ！Yeah.
キリュウさん、船の制御も奪いました。もうキャッスルは完全に俺らのもんです。いつでせやげ下手しいつまでも隠れてちゃほな。続いてニュースです。海上1時間ほどし、コンテナ船は世界最大級の選挙、他にも海上保安引き続き花輪です。ご依頼のキャッスルのと、今、ほこ、ほいや、まだ何かあれば。あ、いや、こない、せやけど、はい、おき、お前は、だとしても、西、せやから白黒はっきりせんうちは。なら、俺らがグルとつ、しくじりや、搭乗会と、確かに。時間がかかったのは車種今送っていい船だ。何の真似だ。先に復活、お前が俺に絡んでくる。とぼけやなら死んだはずの桐生一馬がただ遊びに来たって。鶴野も獅子堂もグルだろ。電話に叫んだとこで。なるほど、やっと誘って。蒼天堀にゴルフ船明日。あ、お前はおとなしく案内係について。あんたはもう俺の楽しみにして。いらっしゃいませ。どうするかな。
き合うか。いけてるか。こんな感じか。上流様、上流。え？
どうかしたか。え？ああ、別に何でも。そうか。それより上流、これから暇？またステイル行こうや。この前頼ん。ああ、いいぜ。ほな出発。お酒やお酒。あんたの方は仕事大丈夫なのか。ちゃんと終わらせてから飲んでるんです。できる女でやらせてもろてますんで。ふん、そりゃお見それしたな。上流もこのお店気に入った？ああ、いい店だ。ふん、せやろ。ネットワークの方は順調なのか？そりゃもう上流も大活躍やしね。評判を聞きつけた新規のお客さんがひっきりなし。お力になれて何よりだ。ただその割には浮かない顔をしてるな。え、そう？そんなことないやろ。無理強いはしないが、吐き出した方が気の晴れることもある。あんたの立場の難しさは分かってるつもりだ。そんな時は木のうろの出番じゃねえか。上流は案外お人よしやね。気になることを放っておけねえってだけさ。それがお人よしって言うんやって。おおきにな。はあ、上流が心配しすぎるからなんかハードル上がってるけど、ほんまに大したことないんや。そうなのか。前に上流聞いたやろ、赤目ネットワークなんか作って何がしたいんかって。ああ、うちなほんまは歌手になりたかったんや。歌手に？それがネットワークと関係あるのか？そう思うやろ。でも終わりなんや。もう何年前になるやろ。うちは裏社会とは何も関係ないただの田舎もんやった。歌手を目指して蒼天堀に来て、バイトしながら路上で弾き語りしてた。ネットに動画上げて CD も手売りしてな。そうだったのか。いつか誰かがうちを見つけてくれると信じてやっとったけど、誰も見向きもしてくれんかった。芸事で成功するには巡り合わせも必要だからな。フォローを機に。でもある時ホームレスのおっちゃんが一人うちのこと見かねて、やっと CD1 枚買うてくれたんや。お仲間も連れてきてくれて、冗談半分で赤目ちゃんはわしらが売り出したるなんて言うてね。気のいい奴らじゃねえか。うん、ずっと寂しかったからそん時は思わず泣いてもうたわ。それからやな、あの人らとつながりができたんは。うちはバイト先で出た廃棄するお弁当をこっそり分けてあげて、ホームレスの人たちはうちの宣伝をしてくれて、そういうささやかなやり取りが積み重なっていくうちに今の赤目ネットワークが出来上がったんや。そういう経緯があったのか。じゃあ赤目ネットワークってのはもともとあんたのファンクラブだったってわけか。そうとも言えるかな。ネットワークのみんなのおかげで一時期順調に CD が売れ出してな、蒼天堀で結構名が知られるようになったんや。ほう。そしたらとあるホテルグループの偉いおっちゃんがうちの歌に惚れた言うてくれて、
新しく建てるホテルのステージをうちに任せたいってオファーをくれたんや。順調に話が進む。何か問題でも起きたのか。はあ、そういうこと。そのおっちゃんのグループ会社にはいつの間にかそれが近江連合のフロントと気づいた時にはもうあと好き勝手しゃぶり尽くされて、グループ当然うちのステージの話もおじゃんってわけや。そんなことがあったのか。なら近江には心中穏やかじゃないだろ。しゃあないわ。この町で近江に睨まれたら持ちつ持たれつの関係に持ち込めただけでラッキーや。仲間を守るためか。あんたは立派だな。生き残るのに必死やっただけやって。ちなみにな、さっき言ったホテルがもし予定通りちゃんと完成してたら金ピカの大阪城になるはずやったんや。ん？どっかで見たことない？まさかキャッスルのあの城は。そのまさか。おっちゃんの作ってたホテルがいつ。ほんま人をバカにすんのもええ加減にせえって思うわ。うちの夢の舞台。まあそれがケチのつき始めで、逆にネットワークの方はどんどん大きくなっていった。そんでいつの間にか、まあうちにはこっちが天職やったってことやね。青臭い夢を抱いてた時もあったっちゅうお話でした。諦めていいのか。諦めるも何もどっちみち叶いっこない夢やったっちゅうこと。なら、なんで今あんたはそんなに浮かない顔をしている。そうなんよね。なんでなんやろ。成り行きもあったとはいえ、赤目ネットワークは今のあんたにとって大切なもんだってことはわかる。なら欲張る。仲間も守るし、あんたくらいできる女なら上流。これまでの苦労も知らんで勝って言うてくれるわ。他人の特権だ。でもお気にね。やっぱり上流と話してると少しだけやけど気が晴れるわ。そりゃ何よりだ。本当に少しやけどね。ふん、手厳しいな。ちょっと湿っぽくなってもうたからな。さ、気を取り直して飲み直すで。お手柔らかにな。
来たな。大きに